ビッグバトカスは元アメリカンフットボール選手。ポジションはラインバッカー。現役時代には最も優れたラインバッカーと考えられていただけでなく、NFL 史上優れたラインバッカーの一人と考えられている。イリノイ大学を卒業後、NFL のシカゴベアーズで1965年から1973年までプレイし、1979年にはプロフットボール殿堂入りを果たした。 リトアニア系アメリカ人一家の8人兄弟の末っ子として生まれた。シカゴの南隣にあるローズランドで育った。高校時代からラインバッカーとしてプレーした。当時彼はシカゴウェアーズではなくコミスキーパークにシカゴカージナルスの試合を見に行ったり、デトロイトライオンズとグリーンベイパッカーズのサンクスギビングゲームズをテレビ観戦することを好んだ。 イリノイ大学では1962年から1964年までセンターとラインバッカーとしてプレーした。1963年、1964年と連続してオールアメリカンに選ばれるとともに1964年にはビッグ・テンカンファレンスの最優秀選手に選ばれた。またハイズ・マンショーの選考で1963年に6位。 1964年には3位となった。1983年にはカレッジフットボール殿堂入りを果たした。また彼の背番号50はイリノイ大学にわずか2つしかない永久欠番になっている。1990年にはウォルターキャンプオールセンチュリーチームに選ばれた。2000年にはカレッジフットボールニュースに史上6番目に 意外なカレッジフットボール選手とされた。2007年には ESPN の選ぶ意外な25人のカレッジフットボール選手の19位に選ばれている。1985年からはカレッジフットボールで最も優れたラインバッカーに彼の名前を冠したディック・バトカス賞が与えられるようになった。1965年に AFL のデンバーブロンコスと NFL の シカゴ・ベアーズからドラフト指名され、ベアーズに入団した。プロボールに選出されること8回、オールリーグに選出されること6回であった。1年目のシーズンからチームトップのタックル数、インターセプト数、ファンブルフォース数、ファンブルリカバー数を上げた。現役時代を通して、これらのカテゴリーではおおむねチームトップの数字を残し続けた。 引退までにファンブルリカバー25回を数え、これは当時の NFL 記録となった。現役時代に最も恐れられた選手の一人で1970年にスポーツイラストレーテッドのカバーに登場した際には、ザ・モースト・フィド・マイン・ザ・ゲームというキャプションがついた。その年彼は132タックル、84アシスト、3インターセプトにファンブルリカバーの数字を残した。 1973年に膝の負傷で現役を引退した。現役引退後の1975年に彼はベアーズに対して膝の手術をしなくてはいけないくらい症状が悪化していたのに試合に起用され続けたと訴訟を起こした。この結果、彼とベアーズオーナーのジョージ・ハラスの間は冷え切ったものとなった。1985年にようやく彼はラジオ解説者として ベアーズの仕事を再びするようになった。現役時代のチームメイトだったゲール・セイヤーズと共に雨の中、ソルジャー・フィールドで行われたグリーンウェイ・パッカーズとのマンデー・ナイト・フットボールのハーフタイムに彼は表彰された。1979年に彼はプロフットボール伝堂入りを果たした。また ESPN が選ぶ20世紀の偉大なアスリートの70位に選ばれた。また、 スポーティングニュースによって史上9番目に優れたフットボール選手に AP 通信によって史上5番目に優れたフットボール選ばれている。2000年に彼は NFL によってオールタイムチームに選ばれた。チャリティ活動を盛んに行っており、ハイスクールでのステロイド剤の危険性についての啓蒙活動を行っている。また2002年からはチャリティファイトナイトと呼ばれる。 ボクシングの試合によるチャリティを行っている。このイベントの際には、メモラビアなどのオークションも行われている。このイベントには、マイクディとか、ゲールセイヤーズ、ダンハンプトンや多くの偉大な選手が参加している。現役引退後、俳優活動を行っており、スーパータッチダウン、エニー・ギブン・サンデーなどの映画や、テレビショーにも出演している。ジェシカ・おばさんの事件簿では、 ロッカールームでタオル1枚を腰に巻いた状態で登場している。彼の息子のマットは USC に進学し、ディフェンスラインマンとなり1990年のローズボールで勝利を収めた。レッスルマニア2のバトルロイヤルで特別レフェリーを務めた。NFL オン、CBS の毎週のゲーム開始前に行われる番組。 ザエヌ・ウェトゥデイのアナリストとして1988年から1989年まで出演した。2007年、彼の老いのルークバトカスがベアーズのオフェンスラインマンコーチとなった。ロックフォードの事件メモのエピソード、ザ・ノー、カットコントラクトに亀を出演している。2008年にはアナボリックステイロイド剤の使用を根絶するための全米で行われたキャンペーンに登場した。 現役時代に NFL フィルムズによって行われたインタビューで自分が本気でタックルしたら相手選手の首がベティ・デイビス主演の震えて眠れにおける生首が転がるシーンのようになると答えた。ありがとうございます。